小児山台湾地理中心碑のある小児山、台湾地理中心は台湾南投げ県堀鎮の小児山山頂、海抜555メートル地点にある地理的中心地。一等三角点が設置されている。堀盆本地を俯瞰でき、第14線に隣接しているため、観光地となっている。三角点とは別に台湾地理中心碑も存在する。台中市の台湾地席。 測量三角原点記念中心碑日本統治時代の1898年8月、法大山に地積測量のための三等三角点が設置され、台湾の歴史上初めての三角測量が行われた。その後法大山では1984年に台湾地積測量三角原点記念中心碑が混流されている。1906年12月13日に、 台中州堀外の小路山山頂部に東京天文台西が一等三角点を設置し、中央山脈の三角点設置のための基準点とした。台湾ホズはこれを用いて作成されている。これが戦前における台湾の中心点だった。三角点のそばには台湾中央碑という石碑もあったが、1935年の新築台中地震で損傷している。 大正時代に制作された5万分の1の地図には、小地山山頂に三角点が存在することが確認できる。1920年、山頂には無格者の農高屋城が建立された。1925年に山麓の現中心皮付近に農耕神社として移設されることになり、1927年に竣工した。戦後、 国民政府の統治下となると1952年に全土の軍事地図が必要だったことから同じ地点で測量の起点となった。経済成長による建設需要増大や自然災害により全土に分布する三角点の変異や破損が深刻となったため再測量を行い1970年に制定された台湾省三角点成果表に基づき経営度は変わらないものの 行為原点が変更された。大理石の碑文は以下のように記述されている。軽所古図、本県くらい、お台湾島軸中部、ため海か南北、東西の数碑も、しかも堀り盆地また所前統治系中心。考え清指導交換、北路リバン同地、東を伝え安し海英栄巡札掘り者、ところ町、霊俗衣装ありその、水されんほど、中運。 この地東通り周古蘭、南連有山、北連美紀香のサリ教、ため全鬱的中の地、千軒連宮火同士の、台湾通史その、教育士またかかとその、日居時代、よ、有大湾中央比の率、あと休憩、残死なおありその地速、ホリチン東北古島山の麓、ため、東へ120度58分25秒9750、 北緯23度58分32秒3400の公開書なり。各、土道盆地、その東南有利魚丹これまさしこみな山、峰玉木乱寺、満雲深夜、千尋戸平、ゆえん船舶小連、稲子へ水緑、草花池樹、超茂茂、自家式女春耳。古生州、富士人文生、室井意地巨中心寺人よもぎ、英清香る集むのおここか。 の、一言も、ためさかえ、よ、即立日、陽気小席。秋ら壁境放送の時、あえ不がう命なりマリア南投げ県庁、陽秋ら壁金式、チャンス技工賞はじめめ高しがき中華民国54年月日吉秋ら。1976年2月から1977年8月にかけて、 内政部が、ツラネキン測量隊に委託しての測量後、林務局が1976年10月に、小寺山で2代目となる、台湾省小寺山三角原点を設置した。また黒い石碑がモニュメントとして置かれていたが、1999年の921大地震による、地殻変動の影響で損傷しただけではなく、基準点自体が、数メートルずれることになった。 山頂の軽井戸原点跡にある衛星追従点古寺山山頂の三角点は1999年の大地震までは台湾の軽井戸原点でもあった。現在は人工衛星による測量が主流となったため衛星基準端として使われているものの上記二代目三角原点地理原点としての役目を終えている。トーテムポールのような装飾が施された四本の円柱があり、 その中心の柱には、堀り衛星追晶団と記されている。台湾地理中心七頭上記の中心点から400段、近い石段で下った場所に建てられている。戦前は、小地山町から移設された農耕神社の境内だったが、1953年に、県立堀り初級農業職業学校が建てられた。神社の狛犬は、陣内の精霊寺に移設されている。 三角点は戦後に破壊されたため、1965年に南投げ県庁だった洋脇ら壁の主導で県政府が職業学校付近に台湾地理中心碑と呼ばれるオブジェを設置した。白い固形の壁が中心碑を挟むように建てられている。中央には高さ3メートルのステンレス鋼のポールがあり、土台部分には山、清水州の文字が刻まれたモニュメントがある。 これは1979年4月22日、中華民国総統、小渓国が神愛峡の視察時に、南長県の自然の美しさを表す聖後、山、清水州を残し、路の途上で立ち寄った堀にて、中心比へ比分を追加する指示を出した。そして当時の県庁竜遊遊により、比分が追加されることになった。縦87センチ、横139センチの碑分は、 以下のように記されている。南投げ県勢本省唯一不浜海的県分、暗い宝島的中心点。関光資源特典6厚高山田、汚水、東南あ的玉た山在本県境、下流町、本省最大的濁水警官線本県原地、波木制領門明中外的実月部下友壁平気遊温泉、野遊幕府、諸所青山壁水、微風活治 民国六十八年四月二十二日、小佐都市東平国先生ゆが中京帝大使就所会、国作顧問議啓も小主席、林洋子三味先生倍同、巡視事外、部会。社交途中、干渉両本研修霊的参戦後、のい、山、清水周四時内、若津、密流分的表現量大本研起適正上。頭皮、回ほどとへ、ホリチン。 しじみのるいことを三条新立的てて地理中心ひため、前代地理中心。ここも、山下建立社四周位有騒動を受け、環境優雅、特進む相当所玉物住み、宝泉のおいし、宝地ここ所平井子のもの、徳能久さしつに専業、金田明きき、南投げ県庁、流遊有金式、中華民国68年7月20日、2008年には、 中心日前で日本の秋田県から訪問した関東のパフォーマンスが行われた。2018年、設立間もない地理中心一帯を含むことを山風景区を実月単国家風景区へ昇格編入させる県の構想に対して視察に訪れた行政委員長、来期おのりは指示を表明している。小児山町から俯瞰する堀市街地上期中心日周辺には 台湾省東大14線が新緑路と中山寺に分岐する地点、小寺山のふもとに金色の字体で台湾地理中心と記号された石碑がある。これは中華民国副総統や台湾省政府主席を歴任した社東瓶が1993年に署名したもの。また地理中心碑のある遊歩道入り口左手には 赤い毛筆帯で台湾地理中心と記号された石碑があり、右手には台湾島を片切った石碑に台湾の新堀とハートマーク入りで書かれた観光用のオブジェもある。統計121度線と北緯24度線の交差地点は同じ堀鎮のムカデ座と地理中心碑から北東へ直線距離で約 4km 離れた海抜約 1100m の山中にある。 また、堀鎮市街地には、堀公職の学校南側に、中心路という街路があり、中心日前のバス停付近には、セブンイレブンの中心園店や、中華郵政の堀中心日郵局もある。台中市の全公客運搬上端から大鉄台中駅、水ソ連高速航路で、中心日停留所まで直行。ありがとうございます。